きます。ですね、あ、これあれでしたね。こちら閉じて。はい、じゃあ向かいます。ニーナの元へ。ニーナどこ？ニーナどこに？うん、あ、いました。行った。おー。はい。はい。うん、ニーナ。ねえ、かわいい。さすがはモデル。おでこ。黙って立っているだけで絵になるな。確かに見てるとなんかこうありもしない創作力が湧き上がってくる。ねえ、なんか垢抜けてる感じというか、おしゃれさ伝わってきますよね。芸術は爆発だ。なんか宣言をしちゃう。危ないですね、ちょっと危ない。君を撮らせてくれ。あ、危ない。そういう感じね。はい、はいはい、ニーナの撮影会ですね。おー、楽しそう、うん、ね、ほっこりしそうですけど、また羨ましいですね。行ってみましょうか、うん、撮影会、はい、行きます。モデル料をいただけるなら構いません。しっかりしてる。なるほど、お金は大事ですから。いくらでも私が押しまくる。でしたら喜んで。でしたら喜んで。やった。どこで撮ります？ここで。いや、せっかくだからもっと映える場所がいいな。ニーナがさらに映える場所を探そう。うん、うん、お、選べるんですね。はい、うわ、迷いますね。金子さんのもう思うがままに行きます。行っちゃいましょう。どうしよう、行きますよ、うん、おモザイク。やっぱ映える場所といえばここだよね。映えそう、映えそう、映えそうな場所、ね、ここは本当に綺麗です、うん、風も気持ちいいし、いつまでも眺めていられます、うん、おー、風と戯れてる姿が映え、まるで風の妖精です、ね、上手すごいスイッチ入ってるな。この美しい景色すらニーナの引き立て役に過ぎない。入ってますね、ルカ。風でスカートが、かわいい。めっちゃ増えてる。はしゃがしゃの量増えてますよ、明らかに。明らかに。写真チェックさせてもらってもいいですか？さすがさすが、モデルだからね。大丈夫、ギリギリ見えていない。むしろ見えていないのがいいから。あー、確かに。ルカ、そうですが、見えていなければ構いません。いいんだ。では、そろそろ時間ですので。え、時間制なの？延長は？延長別料金ですよ。え、あ、ちゃっかりしてる。ねえ、延長で。延長来ました。参加してる。延長来ました。あ、また選べるんですね。どうしようかな。全部気になるけど。ねえ、なんか、どこで撮るのみたいな選択肢もありますけど。そんなとこで。カフェテリアに行きましょう。カフェテリアが一番ね。安全ですよ、安全。そうだ、そうだ。ちょっとお風呂とか見せられない。そうだよ。あ、オムライスかな。うん。オムライスって美味しいですよね。ここに来るまで食べたことがなくて。そっか。ごっくり。あ、もしかしてお腹減ってる？ちょっとだけ。ここに来てから3食食べられるようになって、胃が大きくなってしまったみたいですよ。今までよっぽど食べてなかったんだな。でもあんまり食べるとその完璧なスタイルが。ですが、我慢したらしたで、その反動でぐうたら食っちゃねして。わかった、食べていいよ。でも今だけね。ありがとうございます。おいしい。かわいい。かわいい。カシャカシャ、面白い。カフェのありふれたオムライスがまるで高級ホテルの三つ星オムレットになったように輝いてる。なるほど。食べる姿も絵になる。ルカの語彙力爆発してますね。いやー、いい時間が過ごせた。喜んでもらえてよかったです。では今日の成果を確認させてください。成果とは？もちろん写真です。私撮ってないよ。
え、あんなにカシャカシャしてたではないですか。してました、うん、口で言ってただけ。え、言ってただけ。あんな効果音みたいな出ます。うますぎるじゃん。近いんでしたけど。私の心のメモリーにしっかり焼き付ける。何言ってんの。これ本当なのか嘘なのかわからないところが。確かに、かやもりちゃん、モデル代が取れないではないですか。払うよ。思い出に対してだなんていただけません。あら、真面目だ。リーコにそんなこと言うから。うわーニーナ、いいからもらっとけ。忘れてました。ありがとうございました。まさかそんなオチと。そんないただけませんって言っといた方が良かった。ごめんね。いやそうなんですね、うん、いやちょっとニーナの交流可愛かったんですけれども、ちょっとねモデルさんだからね、撮られるの慣れてるとはいえ、なんかお金にしっかりしてるとこ良かったですね。確かにね。ちゃんとちゃんとしっかり、ね、お家に入れないといけないから、稼がないといけないから。でもなんか結構こうちょっとしっとりしてる感じというか、なんかこうおしとやかな感じも持ちつつ、ちゃんと自分に自信があるってところが、なんか女性らしくて、はい、キュンとしちゃいました。そうですね。好き。私たちもね、カシャカシャしたい感じ。口でカシャカシャ瞬間に撮ってましたからね。カシャ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 って言わないと。あんなリアルに出てるんすごい。